はい、どうも、夜食の時間ですよ。今日はこちらでございます。カップ焼きそばシリーズの一平ちゃん夜店の焼きそば、わさびマヨ。一平ちゃん夜店の焼きそば、わさびマヨ醤油味です。はい、混ぜます。ふりかけはかけました。初めてですね、わさびマヨ醤油味は初めてです。まあ醤油とわさびは間違いないですから、そりゃ。わさびの香りすげえ。わさびの香りすげえ、これ。マヨはこっちまだ置いてる。マヨはまだこっち置いてます。置いてますよ。わさ、あぶね、わさびの香りすごいな。あー、いい香り。海苔とわさびの香りがすごいいい香り。よく混ぜております。木島ただいまよく混ぜております。混ぜております。ています。あ、いいね、いいね。おいしい。海苔の香りすごい。で、こっちは特製マヨですよ。でも今最初混ぜてる時はわさびの香りすごいなと思ったんですけど、食べ出すとあんまわさびのあれないな。マヨネーズがあれか。うん、若干わさび、あ、わさびだ。マヨネーズがわさびだ。マヨネーズがわさびだ。若干じゃなかった。うん、あー、いいね。あー、来る、あー、来る。わさび来る。うん、わさび好きですから、岸間くん。あ、おいしい。カップ焼きそば、あー、来るわ。ところによりわさび来る。ちょっとオリーブオイルかけてみようか。ちょっとだけエキストラバージン、ちょっとオリーブオイルを。かけてみました。味するんだよな。オリーブオイルってすごい味するんだよな。うん、美味しい。あー、美味しかった。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、それでは。